お茶漬けの味は、小津康二郎監督による1952年の日本映画。爆臭に続いて、小津康二郎と野田交吾が共同で脚本を執筆し映画化した作品。地方出身の素朴な夫と夫に、うんざりする上流階級出身の妻、二人のすれ違いと和解が描かれる。もともと本作は、小津が1939年に、 中国戦線から復員した後の復帰第一作として、撮るつもりで書いたシナリオであった。オズオレイば、初めに考えたタイトルは、彼氏南京へ行くで、内容は、勇敢まだレンがいて、亭主を掘ったからしにして遊び回っている。この連中が旅行に行くと、その中の一人の旦那が王将されるという伝報が、来る。さすがに驚いて、家に帰ると亭主は、 何事もないようにグーグー寝ていて、勇敢マダムは初めて男の頼もしさを知るという筋だったという。この内容が内務省による事前検閲をパスしなかったため、映画化を断念したものだった。この映画の内容の事前検閲はその頃作られた映画法によるものだが、戦争に反対するような要素が何もない本作すら、戦時下の非常事態にブルジョアプ人たちが遊び歩く、 ことや、赤飯を食べるべき、出生の前半にお茶漬けなどを食べるなどの程度の問題でも、映画制作が許されない時代になったことで、当時の映画人たちに衝撃を与えた事件だった。このオクラりのシナリオを引っ張り出したオズと野田は、戦中と戦後の変化に合わせて、設定を変更した。主人公夫婦がよりを戻すきっかけも夫の温床で、なく、 ウルグアイのモンテビデオ夫人に変わっている。牧野正弘監督の離婚で共演したばかりのサブリシンと小暮道夫夫婦に配し、リュウチなどオズ作品常連のベテランと鶴田浩二らの若い顔ぶれを合わせて脇を固めた。社長役で出演している石川金一は本職の俳優ではなく英米文学の翻訳でも知られたジャーナリスト。上原陽子は 戦前の名古屋区、小桜洋子であるが、上原健と結婚した後だった、ため特別出演という形で名を連ねた。他にも、北原三種が、早くで出演している。本作では野球、パチンコ、競輪など、昭和20年代の庶民の娯楽、ラーメンやトンカツといった、当時の人々の食生活が伺える。小津は後に、僕は、女の目から見た男。 顔形がどうだとか、趣味がいいとか言う以外に、男には、男の良さがあるということを出したかった。しかしあまり出来の良い,い作品ではなかった。と振り返っている。丸の内の会社で機械部の部長として働く佐竹、も吉は質素で穏やかな生活を好む。一方、妻の太子は裕福な家庭に育ち、地味な夫への不満を募らせている。 学生時代の友人たちである、甘宮綾や黒田孝子、名の山内節子と共に、夫には内緒で温泉旅行に出かけたり野球を見に行ったりと遊び歩いて嘘を晴らしているが、応用なも吉はそんな妻を詮索することもない。ある日、節子が歌舞伎座での見合いの席から逃げ出しても吉の元を訪れる。 モキチは彼女を返そうとするが、節子はモキチに付きまとい、結局競輪場やパチンコ屋で半日を共にすることになる。見合いに付き添っていて、恥をかいた太鼓はそのことを知って腹を立て、モキチと口を利かなくなった挙句黙って、神戸の友人のもとへ出かけてしまう。一方のモキチは急に、ウルグアイでの海外勤務が決まり、妻に電報を打つが太鼓は帰ってこない。 羽田からモキチが立った後、ようやく帰宅した太鼓に対して、さすがの友人たちも厳しい態度を取るが太鼓は聞く、耳を持たない。ところがその夜、遅く、唐突にモキチが帰ってくる、飛行機が、エンジントラブルで、羽田に戻ったのであった。お茶漬けが食べたいというモキチ。二人は寝ている女中を起こさぬよう気遣いながら、台所でおひつや漬物などを整え、 部屋に戻ると向き合ってお茶漬けを食べながら、お互いに、心の内をとろする。夫婦とはお茶漬けのようなものなのだと太鼓を悟すも吉。太鼓は初めて夫の心の広さ、結婚生活の素晴らしさを感じて、夫を心から愛するようになるのだった。左から鶴田浩二竜知衆サブリシン。ありがとうございます。